これあのもう本当にあの今まで聞いたこともないような <laughs> 千の利休と切腹の解釈なんですけど一度これを読んでしまうと一番かっこよく見えちゃうしあと千の利休らしいんですよねでこれまで千の利休宮って映画があったりなんかいろんな、ね、利休の映画があったんですけども全部 なんか頭の中だけで作った千利休っていうのは立派な人でこうだと。で、どうせ映画の前売り券も、表んと千景、裏千家とか、いわゆる千景に、多藤の先生たちに買ってもらわなきゃいけないから、本当に成人として、もしくは立派なアーティストとして書いたやつばっかりだったんだけど、この漫画の中ではすごく人間として生きてるんですね。面白いです。今、千利休は表現物の中ではこのように描かれている。